おはようございます。ティネット申します。おはようございます。ティネット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。今回はですね、かなり珍しい部類のことをします。普段僕って撮り直しとかそういうことしないんですよ。ただ今回は没動画が一つありまして、その没動画の共用をします。はい、供養？共用？供養？共用？うん漢字に弱いこともうバレてるから漢字に弱いのもうバレてるからなじゃあその企画をね、ちょっとね軽く説明して、今日のねバトルロードビクトリーやっていきましょう。よろしくお願いします。今回使っていくモンスターはこちら、ドラキーナナイトウェッジエリミネーター。うーわーなんだこのデコボコチームだと。一応荒野ダンジョンチームなんですけど、今回のテーマはナイトリッチです。というわけで使っていくモンスターはドラキーマ、ナイトイチにエリミネーターです。まあ、先ほど映像で見ていただいた通りね、同じモンスターです。はい、まあ概要はどんどん説明、一人で説明していくわ。一人でって取り直した理由はですね、やっぱりナイトリッチを取り上げたかったんですよ。はい、ナイトリッチの取り上げというのはね、今回のテーマなんでね。はい、ただ動画ではね、なかなかいいところまで行ってたんですよ。それが、もう見ていただいた映像の通り、なんか僕が二人おったんで、舞台、僕が二人いたんですよね。はい。僕が二人いた僕が二人いたっていうね、悲惨なことになってしまったので、撮り直すということになっております。今回は大丈夫ですね。はい。今回はそんなこと、ナイトリッチさあ、ナイトリッチ、早速ね、情けない姿を見せております。ナイトイチ？羽ばたき攻撃！いけ！ほら！あー、まあ、そうだな。うん。で、ナイトイチ？何してんだ？何してんだ？ナイトイチが輝く動画だから、今回は。今回の動画のコンセプトはですね、ナイトイチが、いれば、横は適当でもなんとかなる説なんですよ。ほら、よっしゃ、おー、エリミネーターが何とかしてくれそう。なんでエミリーが何とかしてくれるんだ。ナイトイチよく言うじゃないですか。モンバトにはよく言われた言葉っていうのは、主人公とナイトイッチを入れてモンスター枠あと1枠で悩むだけっていうね、そういうこともあったんですよ。それじゃあモンスターバトルのビクトリーにはならないなと思うんですけど、個人的には。やっぱり、3体自由に選べてこそモンバトやと思うんですけど、まあ今回はね、ナイトリッチがやっぱり強力じゃないですか。もう多分1体と数えなら1体、1.5 体ぐらいだと思うんだよね。もう、ナイトリッチって。1.5 体分の性能をしてると思うんだよ。だから、そのナイトリッチがいれば、まあ、どんなね、横がいようがね、羽ばたき攻撃したな。羽ばたき攻撃、お、それいいよ、それいいよ、どう、うおナイトリッチ、何もしてないような気がする。まあね、動画でね、まさかね、撮り直しをする日が来るとは僕も思いませんでしたよ。はい。ただそれだけ、やっぱナイトリッチという存在は、モンバトを支えたね、存在と言っても過言ではない。モンバトを支えた？いや違うな。モンバトの害だな。モンバトの害だよ、お前。羽ばたき、いけ。今回お供のドラキーマやエリミネーターは適当に選びました。ぶっちゃけ言うと、本当に。まあ、一応なんですけど、この二人も、どこ打っとん？あー、ライダースペシャルやめろやめろもう俺のね、苦しい過去を思い出させるのやめてくれ、ほんと頼むから。お前らのせいで登録者が10人減ったのかな、言っとくけど、もう、だま、もう、お前らもう本当に嫌だわ。あー、キーマちゃん
さあ、エミリー、怪力爆発、岩石投げ、よいしょ。まあ、いまいちな打点だな。キーマちゃん動けないのつらいな、そこで。さあ、なんか意外と頑張ってる、エミリー。おのー、振り下ろす、よいしょ、おお。まあね、エリミネーターはもうドラキンはもう目立った弱点ないんですよ、実は。実はこう見えて、目立った弱点だから大弱点みたいなのはないんです。はい。なので、まあね、打撃はこんな感じなんですよね。エリミネーター打撃にもろすぎでしょう。さあ、お前が主役だ今日は、ナイト1、行くぜ。お前、今日のサムネだからな、多分。行くぞ、サムネ候補、よいしょ。まあ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 、大丈夫でしょ。さすがに死にはしないでしょ。うん。あ、モーションの攻撃、ま、ナイト1吹っ飛ぶ。ああ、ナイト1? まあ大丈夫でしょ。さすがにここ627以上のダメージ食らって散ったらさ、面白いけど、あ、え?あ、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 え?あ?え?あ?え?あ?え?え?あ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 ?嘘でしょ?いや、まあまあまあ、そんな、そんなことはありえないでしょ。だって今までのチーム紹介動画でさ、2戦目で負けるなんてありえないじゃん。よー!嘘や!嘘や!負けてるやん!やっぱりナイトリッチが輝くところといえばね、ここしかないなと思いチョイスしました。そうだよ、ナイトリッチが輝く場所っていうのはね、暗黒呪文を使ってくる敵。そう!暗黒神ラプソン行きましょう。まあね、これでわかりますよ。ナイトリッチの強さがね。今のところナイトリッチね、いいとこ何に一つないんで。なんか悪い夢見たんですけど、大魔王戦をやりたいと思います。はい、ナイトリッチがやっぱ一番輝く大魔王って誰かって、暗黒を使うやつなんですよ。ということでですね、暗黒神です。はい、これもね、ちなみに取り直しでやってますよ。多分俺のことだから右下になんか出してんじゃないかな、同じような光景を。行くぞ。ナイトリッチがいれば大抵のバトルどうにかなる説、検証していきたいと思います。よろしくお願いします。どうなんだろうな、打撃に弱いから、弱いってわけじゃないんだけどね、キーマちゃんもエリミネーターも。身の守りが低いんだよね、単純に。ただ、アタック面は大丈夫。攻撃面は意外と頑張ってる、エミリーは。で、君はまあ、こんなもん。あ、割と頑張ってる。うん。で、まあ、リッチは、打点が一番出ないんですけど、仕方ないことに。それでも、体勢の上から、うん、まあ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 、こんだけ出せれば十分かなって感じだね。お、いいね、ドルモーだよ。これナイトリッチ、出番ですね。ナイトリッチ出番ですよ。ナイトリッチの体勢が生きる出番というところです。せーの、はい、ミスはい、ミス。ナイトリッチはね、ドルモアをね、受け付けません。ナイトリッチはドルモアを受け付けないというね、特殊な体になっているんでね。避けられたか。ドラキーマとエリミネーターに関してはもう俺は何にも言わんわ。だって、今回はナイトリッチが輝くもん。本来でしたら、ナイトリッチ1体でね、ちょっとね、それがナイトリッチ3体でね、モンマトをやりたいんですけど、そんなことはできないので、つかナイトリッチ3体とか地獄だろ。ナイトリッチ3体とか地獄じゃん。まあそれはね、パイマスさんに任せますよ。うちのパイマスに任せます。それは。まあまあまあ、順当順当。白目は勝ってほしいな。てか、白目は勝ててるから、てか。白目は勝ててんだよ。うん。てか、2戦目で負けたのびっくりだもん、俺。俺、2戦目で負けたのびっくりしてるから。今でもびっくりしてるから。そんなことあるんだって。初じゃねえかな、もはや。実況撮っててさ、2戦目で負けるなんてことさ、そうそうないからさ、もうびっくりしちゃったよ。とりあえず、これ当てたら、とどめボーダー乗りますね。よいしょ、オッケー。さあ、どうだ、ここのところのメラゾーマか。まあナイトリッチの耐性が息はするかな。うん、暗黒呪文入ってるんで、
ナイトウィッチが120ぐらい抑えてくれるんじゃないかな。せーのってドン。あー、まあ、好むか。いや、いけるね。いけるね。ドルモーが来ても耐えるよね。大丈夫大丈夫。いける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 。まだ、天使には早い。ここ。ドルモーは、大丈夫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 。耐える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 。ナイトリッチがね、普通だったら死んでますよ。でもこの世界はナイトリッチなんですよ。はい、オッケー。この世界はナイトリッチなんですよ。ナイトリッチがいれば大抵の大魔王どうにかなる説、本当に検証できてんのこれ。ナイトリッチ本当強えぞこれ。リッチは世界だ、わかるか、ラプソン。ナイトリッチは世界なんだよ。リッチがいや怖いもんなんてねえんだよ。いやー、よかったよかったよかった。SP なしで勝利したのすごいな。いや、まあでもね、ナイトリッチがいれば横の2体がふざけとってもなんとかなりますよ。さあ、次、問題は次だ。次もスパッと行こうや。負けてたけどね。さあ、赤目ラプソンにはね、散々苦戦してきましたよ、今まで。ただ、ナイトリッチがいることで難易度は大幅に軽減します。暗黒神ラプソン！さあ、お供はどう見てもふざけてるようしか見えないみたいですけども、こいつらは意外とやってくれそうな気がするな。つまりこれは、与えられたもう一度のチャンスというわけですよね。負けてしまったんですよ、実は。これ、取り直しする前の動画では。でも、まあ、何？幸か不幸か、取り直しということで、2戦目がね、できるようになりました。さあ、見せてくれ、お前ら。そして、勝ってくれ。さあ、暗黒神ラプソン赤目。何がきついかってさ、輝く息でナイトリッチが飛んでくんだよね。そう、輝く息に光含んでるからな。さあ、とどめボーダーもね、乗せないといけない。ただ、今回はドラッキーマちゃんもね、いい打点出してくれるから、輝く息来た、やばい。それやばいなー、ナイトリッチが飛んでく、やばい。なあ、ナイトリッチが一番食らう。そう、この状況が一番まずい。羽ばたきが効くよ。よし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 。ドラキーマた、もう頑張ってる。エニミネーターとドラキーマ頑張ってる。ナイトウィッチが今のところ一番ね、ひどい。くそ、でも暗黒神の前で、ナイトウィッチが破れるわけにはいかないだろう。与えられたもう一度のチャンス。流星群か、ドルモアに行ってほしかったな。流星群来たな。避けろ、避けない、痛い、きついなー。はい、よいしょ。どうする、次メラゾーマか輝く息が。結構きついなそれ。天使の歌にしてもちょっとな。どうする、このままじゃ負けるよな。でもまだだね。賢者。ここは賢者の石だろう、さすがに。マリベル城を呼ぶのは早すぎる。まだいける。まだ戦える、俺たちは。確証の、よいしょ！とどめボーダーはなんとかなりそうだな。輝く息を起こすんな。ナイトリッチが全く息しねえじゃねえかよ。避けろ、避けないなんてか。キーマちゃん、キーマちゃん、やばい、罪の状況か。一応でも希望はあるが、このラプ様、4号にいてつく波動を使うっていう習性があるんですよ。それを引ければ、もしかしたらある。まだ諦めてないね。まだ諦めるに早いぜ。まずこのターンに鉄角を引かないとダメだね。
はい、よいしょ、トナムボーダー行った。おっと、相手の攻撃、ちょっと待って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 、ナイトチーム確かに息をする、息をする。ドンキーマとエリミネーターどうなるの。耐えろ、頑張れ。あー何度やっても未来は一緒か。おっと、相手の攻撃、耐えろ耐えろ耐えろ、ナイトチーム硬さを見せるんや。耐えろ、横が大体もろかったか、そこ疲れちゃったかな。